尾山は京王線で新宿から特急で約53分で到着します。高尾山はミシュラン三つ星に認定された世界中の観光客が訪れる名所となりました。駅から高尾山までの道のりには昔ながらのお店や新しくできたお店などが立ち並んでいます。山を登るコースがいくつかあります。ケーブルカーやリフトに乗ることもできます。今回は紫色の6号路を登ることにしました。今回は12月中旬、紅葉も少し終わりかけです。ケーブルカー、リフトともに片道490円、往復950円で乗ることができます。こちらがリフト乗り場です。こちらで切符を買います。その隣がケーブルカー乗り場ですね。かわいいこれしかないの。すごい急勾配なんだね。角度がすごい。でこれを待つ人がいると。でもこれには乗りません。歩きます。6号という道を出発します。いるね。今日ね、向こうからスーパー来たわけです。目があった？あった。でね、ここで止まった。猫じゃない？いや、うん、もうこれは全然タヌキくんですね。一匹だった？結構つがいで歩いてんだけどね。タヌキとか、まあいっぱい出るわな。どうしよう。お前もだよ会話をしたんだね。これで2秒だけで、はい、俺はこっち行く、お前こっち行け。彼は今来る。来ると思わなかった。主人公もうすぐ山頂ですね。霞がかってるね。あ、でも思いのほか混んでないね。この日はとてもいいお天気で、遠くに富士山を見ることもできました。どうやら空気が澄んでいると東京スカイツリー、横浜ランドマークタワー、東京湾などが見えるようです。山頂滞在時間約20分で違うルートで下ってみたいと思います。しばらく下るとお寺が見えてきました。高尾山薬王院です。高尾山といえば天狗ですね。天狗は高尾山の神様とされています。天狗とは日本の伝承に登場する神様や
妖怪とも言われている伝説上の生き物です。一般に赤ら顔で鼻が高く翼があり空中を飛ぶ生き物とされています。高尾山の中にはたくさん天狗の銅像がありますよ。階段を下ったところにも本堂があります。では降りて行ってみましょう。日本には災いが降りかかりやすい厄年という年齢があります。こちらがその厄年ですね。そしてこちらにはお守りなども売っています。お参りもします。こちらにも天狗がいました。旦那さんもおっかなびっくり。そしてこちらがお金の神様です。ザルの中にお金を入れて清めます。そのお金を資本にやりたいことに使うと何倍にもなるそうです。お金がびちょびちょになるのでタオルがあるといいですよ。こちらには薬王院にお金を納めた方たちの名前が書かれています。山林の整備に使われるようです。もみじの紅葉がとっても綺麗ですね。この日は12月中旬、今年の紅葉はとっても遅かったです。途中には猿園などもあります。天狗マグネット。あ、天狗マグネット。かわいい。かわいいよね。うん、名物の天狗焼きを買いたいと思います。わあ。はい、いただきます。ここは綺麗だ。いい感じが。やっぱり日の当たり方なんだね。下山してきました。お腹が空いたので名物のお蕎麦を食べたいと思います。私は天ぷらそばです。旦那さんはお蕎麦とミニ天丼です。コシがあってとっても美味しかったのでおすすめですよ。しばらく歩くと高尾599ミュージアムという建物がありました。ちょっと立ち寄っていきたいと思います。中はかなり広々としていて植物の標本が置いてあったり、こちらはモモンガですね、剥製が置いてあったり、たくさんの高尾山のそばに住む動物たちの剥製なども見事に飾られています。隣にカフェなども併設していて、高尾山の帰りに立ち寄ってみることをおすすめします。
そろそろ帰りたいと思います。こちらは駅の隣についている高尾山温泉です。帰ります。今回も見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。